20キロショット言い出した後、肩が痛くて首が回んないんですけど、これから、三越前で打ち合わせです。どっちが早いかな。どうもどうも、こんにちは、村脇です。翔さんのね、そのチャレンジバカさ具合が、全てこう形になっていきそうな感じがすごいしてるので、皆さんこれから楽しみにしてください。ありがとうございます。